私はソニーセミコンダクターソリューションズの太田と申します。本日の講師を担当させていただきます。まず部署の説明ですけれども、ソニーセミコンダクターソリューションズはですね、ソニーの半導体の開発、それから製品、商品販売等を行っている会社になります。で、私はですね、その中の IoT ソリューション事業部というところから来ておりまして、ソニーの IoT 向けのプロセッサー、今回ご紹介するスプレッセンス、それから GPS モジュール並び IoT 向けの通信モジュール等の開発並びに商品化を行っております。で、その中でも私はですね、今回のこのスプレッセンスを担当しております。で、私 の経歴ですけれども、今まで、そうですね、ソニーの新規事業多くになっておりまして、Google インテル社と共同して Google TV を開発をしたりですとか、スマートグラスですね、そちらの開発、それから市場開拓等を行ってもらいました。で、最近はちょっと IoT 主軸に活動しておりますので、IoT の普及の鍵はオープンプラットフォームにあると考え、スプレッセンスの発案、それから開発商品化を行っております。最近はですね、特に IoT だいぶ普及してまいりまして、特に工業分野での活用が活発になってきております。そのためインダストリー IoT 向けにですね、スプレッセンスを活用した HAI、 そういったシステムの技術並びに導入等に従事しております。それではこれから始めたいと思います。スプレッセンスとニューラルネットワークコンソールで始める HAI プログラミングを始めさせていただきます。まず事前準備の確認をさせてください。今回スプレッセンスのメインボード、それから拡張ボード、それからカメラボード、そちらを使います。で、一点注意点があります。メインボードと拡張ボードの接続がですね、時折不十分で SD カードのアクセスに問題が出る場合があります。その場合メインボードを強く押し込んで接続を確実なものにしてください。スプレッセンスかなり丈夫に作られていますので、強く押していただいても全然問題ありません。からあとオーディオとグラフィックも使います。で、事前にご連絡させていただきましたけれども、オートラボ社さんから出ているマイク LCD キットですね、そちらを準備いただければと思います。もちろんですね、その他に準備するハードウェアですね、そちらをお使いいただいても全く構いません。2番目、PC ですね、開発用の PC もちろん使います。ただニューラルネットワークコンソールの Windows アプリ版を使いますので、大変申し訳ないんですけども Windows と限定させてください。もちろんプログラム開発に使用できるものをご用意ください。からあとプログラムの書き込み用にマイクロ USB のケーブルが必要です。からあと音ですね、それを確認するためのステレオヘッドホン、からあとマイクロ SD カード、楽曲データのストアですとか、あと録音等も行います。こちらの準備もお願いいたします。で、マイクロ SD カードはですね、FAT32 でフォーマットしている必要がありますので、こちらご注意ください。からあとサンプルスケッチ、学習データのダウンロードをあらかじめをお願いいたします。からあと音の認識をテストをするためにですね、特定周波数が発生できるアプリを使います。スマートフォンをお持ちでしたら、フリークエントリーサウンドジェネレーター等の特定周波数音を発生させるためのアプリケーションありますので、こちらのインストールをあらかじめお願いいたします。から4番目、すでにダウンロードされていると思いますけれども、ニューラルネットワークコンソールの Windows 版、そちらのダウンロードをお願いいたします。でこちらファイルサイズが非常に大きいですので、これからスプレッセンスの紹介をいたしますので、その間にですね、ダウンロードを並びにインストールを済ましておいていただければと思います。からとこちら最後になります。すでに事前準備されている方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっと時間短縮のためにですね、スプレッセンスの開発環境をあらかじめセットアップをお願いいたします。こちらにアドレスがありますので、こ
こちらのアドレスにアクセスしていただいて、スプレッセンス Arduino ライブラリーのインストール方法まで済ませておいておいてください。スプレッセンス Arduino というふうに検索していただければこのページにアクセスできると思います。はい、以上が事前準備になります。皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。